始まりましたハモニカフェ第34回目になりますね。梅雨になりましたね、もう外はもうすごい雨です。テキーラという曲からスタートいたしましたね。テキーラというとよくね、セッションに行かれる方は、みんなでやる曲ね、なんかやろうよ、じゃあテキーラやろうよですね、セッションの定番曲でございます。はい、ということでセッションといえばやはりブルース、ブルースといえばあの方をお呼びしたいと思います。少々お時間にお迎えいただきたいと思います。ブルースハーモニカ奏者のハモさんです。よっ、俺がブルースハーモニカ奏者のハモだ。あれ、ハモさん帽子かぶってるじゃないですか。あれですか、いろいろあの他からクレームが来ないようにこうされてるんですね。これから少しずつ身にいろいろつけてあれとは違うよっていうことを言っていこうと思う。よろしくな。ところでお前、さっきタタタタタタタテキーラってやってたな。はい、やってました。僕あの曲大好きなんですよ。うん、俺も好きだぞ。ああいうブレイクが入る曲はかっこいいよな。な、ブレイク、ブレイクってハモさん何ですか。お前はブレイクを知らないのか。タタタタタタタテキーラって言ったところだ。ああ、テキーラって叫ぶことをブレイクって言うんですか。違う、テキーラって叫ぶところはただ叫んでるとこだ。その前にタタタタタタタで止まっただろ。あれがブレイクって言うんだ。知らないのか。あの、止まることをブレイクって言うんですか。ストップ、ストップっていうことですか。うん、でもストップとは違う。ブレイクっていうのはコーヒーブレイクなんて言い方もあるが、一回中断してくれ、こういうことだ。流れを止める、こういう解釈でいいぞ。わかるか。つまりタタタタタタタはここで一回中断だ。中断したところでテキーラって言ってるんだ。わかるか。ああ、じゃああそこはブレイクなんですね。じゃあハモさんは止めるっていうことが好きなんですか。うん、そうだ。ブルースという音楽はブレイクでできているような音楽だ。わかるな。ああ、言われてみればあれですね、フーチクーチマンなんかそうですよね。デデドデデジプシーウーマントゥママザーデデデデデやってますよね。うん、そうだ。フーチクーチマンはそのブレイクを生かしたブルースの典型だな。よし、今日はお前にブレイクのやり方を教えてやろう。じゃあベースラインにブレイクを入れてやる。よく聞いてろよ。なんか途中で今止まりましたけど、あれは何ですか、ハモさん。休憩ですか。違う、あれがブレイクだ。また分かんないか。あー、ところどころでお休みするみたいなことですか。違う、音は出てないけども音楽は流れているんだ。じゃあお前のために途中にカウント音を入れてやる。実際には音がないんだ。お前のためにだけ入れてやるからな。よく聞いてるよ。
じゃあ音を、出さないようにしてるってことなんですか。ね、そうだ。あそこで音を出さないようにしているからそこが引き出すんだ。わかるな。何なんですか、そのソロの人のやることなんですか、それとも伴奏の人のやることなんですか。うん、いいところに気がついた。今のはいい質問だ。ブルースの場合は歌であれ、ソロを演奏する人であれ、主役の人がいるな。それ以外はみんな伴奏だ。伴奏の人はバーバーバーと言って止めてあげるんだ。わかるか。止めてあげたところに音がなくなる。音がなくなったところにその主役の人間が何かをやるんだ。わかるか。ああ、じゃあ今ハモさんがやってくれたのは伴奏の方ってことですね。うん、そうだ。じゃあお前のために伴奏役と真ん中の主役のパートと一人二役やってみせよう。伴奏者の時はお前の方を向いてやる。ソロの人の時はちょっと向こうの方を向いてやる。それで違いを理解しろ。いいな。分かりましたよ。ってことは止めるっていうよりも誰かに何か派手で目立つことをやってもらうためにその時みんなは静かにしてるみたいなことですね。うん、そうだ。そういう解釈でもいい。つまりみんなで今からこの人を目立たせようぜ、そういうことだと解釈してもいいぞ。ブレイクはまさにブルースの特徴と言えるだろう。そしてブルースから生まれたロックでもやはりブレイクはとても大事なパートなんだ。わかるな。じゃあお前も今の一人二役で練習してみろ。やってみろ。いきなり一人二役でやるんですか、ハモさん。それちょっと大変じゃないですか。うん、大変なように思える。しかしな、ダダーダと止めるところと真ん中のピロ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 っていうところは本来重ならない方がいいんだ。ということは一人で二役練習することで合理的な練習ができるんだ。止める側と止められる側、両方のタイミングを体に入れることができるんだ。わかるか。ああ、なるほど。効率がいい練習ってことですね。しかもな、これは音楽以外の場所でも必要なんだ。一番大事なところにブレイクを持ってくる。さっきそう言ったな。例えば極端に言ったらライブの最後の曲の最後の最後でお客さんに挨拶をするときなんかにも使うんだ。わかるか。挨拶をするとき、まあ、挨拶するときもまあ大事ですけどね。挨拶は大事ですけど、何ですかそれ、ハモさん。うん、じゃあ最後にそれやってみせよう。今日はみんな俺のハーモニカを聴いてくれてありがとう。これからもハーモニカフェをよろしくな。待てな。あれ、ハモさん、ハモさん、ハモさん。あー、ハモさんね、お忙しい方なんで行っちゃいましたね。これから頑張って練習しよう。地位向上委員会、はいね、ハーモニカを演奏する人をハーピストと言います。はい、でハーモニカ奏者はね、こう楽器が小さいからかね、値段が安いからか知りませんが、どうも大事にされない傾向がありますね。はい、
ですんで、来たるべき未来に向けて、このハーモニカ奏者中心の世の中を作っていこうと、こういうコーナーでございます。はい。じゃあ具体的にどんなアイデアがあるかと言いますと、やはりね、社会を変えるためには、子供の教育ですよ。義務教育からこのハーモニカが消えてしまった。うん、これが、ハーモニカが大事にされなくなった入り口じゃないかなと思いますね。まあ、学校で演奏してたらね、副音ハーモニカっていう、もうちょっとこう大きなね、長い2段のハーモニカなんですけど、クロマティックハーモニカもブルースハーモニカもね、ハーモニカ自体はもう知らないというお子さんが出てきました。僕が、外でバーッと吹いてると、おじさんが吹いてんの？それ何？なんて子供いるんですよ。ね、誰がおじさんだと、ガンと言ってやりますけど、ね、こういうお子さんがいなくなるようにも、少しずつね、子供の段階、小さな子の段階からこれハーモニカっていう楽器の中にあんだよってことを教えていきたいなということでございます。で、今回の戦略も、ズバリ紙芝居でございます。はい。ね、お父さんお母さん方がお子さんに、寝る前に絵本を、ね、読み聞かせ、されると思います。そんな時にね、どんな物語でもいいです。少しだけ、まあ、マリクドクでもハーモニカをちょこっと登場させてあげると。で、お話の中にちょっとアドリブでハーモニカっていうものを入れちゃって、お子さんの耳にね、ハーモニカという言葉をなじませていただきたいと、こういう趣旨でございます。浦島太郎でございます。はい。浦島太郎と小さなハーモニカ。ある漁村に大層音楽の好きな青年浦島太郎がおりました。浦島太郎は寮がない日は毎日ギターを片手にセッションに明け暮れていました。ある日、いつものようにセッションに行った浦島太郎は、その帰り道で子供たちが騒いでいるのを見かけました。それは社会問題、いじめでした。社会的弱者である子供たちは、将来への不安から自分たちよりも小さなものを探し出し、行き場のない感情をぶつけていたのです。そんな子供たちがいじめていたのは、なんと小さな小さな楽器、テンホールズハーモニカでした。浦島太郎はすぐにこの小さなハーモニカを助けてやることにしました。助けてもらった小さなハーモニカは言いました。ありがとうございます、浦島さん。なんとお礼を言ってよいのか分かりません。浦島太郎は言いました。いやいや、いいんだよ。さあ、君のいるべき世界へ帰りたまえ。小さなハーモニカは言いました。私は今から海の中の楽園、竜宮城へ帰ります。もしよろしければ、助けていただいたお礼に、私が竜宮城までご案内いたしましょう。さあ、私を加えて海に潜ってみてください。浦島太郎は、誘われると断れない優柔不断なところがあり、言われるがままに小さなハーモニカを加え海に潜りました。さあ、浦島さん、私を加えたまま息を吐き出してみてください。浦島は素直に従いました。するとあら不思議、小さなハーモニカの後ろからブクブクという泡とともに軽やかな和音が飛び出したではありませんか。浦島太郎がすっかり面食らっていると、小さなハーモニカはさらに驚くことを言いました。さあ、浦島さん、今度は思いっきり吸い込んでみてください。浦島太郎は驚きました。小さなハーモニカは話を続けました。驚くのも無理はありませんね。ではお教えいたしましょう。ハーモニカは吹いても吸っても音の出る珍しい楽器なのです。さあ、吸い込んでみてください。浦島太郎は、気になるのはそこじゃないんだけどな、そう思いながらも、流される性格が災いし、小さなハーモニカの言うことに従うことにしました。するとかすかに和音が聞こえたような気がしましたが、すぐにハーモニカの中を通じ、
海水が口へと入り込んできました。小さなハーモニカは言いました。浦島さん、もっともっと吸い込んでください。ブルースなんて吸う音ばかりなんですよ。浦島太郎はハーモニカに言われるがまま海水を吸い込み続け、そのまま海の底深く沈んでいきました。薄れゆく意識の中、浦島太郎は幻を見ました。それは海底の中に光る美しいお城、まさに噂に聞いた通りの竜宮城の姿でした。浦島太郎は夢の中に落ちていくように静かにお城に近づいていきました。どのように入ったのかは分かりませんでしたが、気がつくと浦島太郎はお城の大広間にいました。そこではタイやヒラメが舞い踊り、まさに絵にも描けない美しさでした。そしてなんとなく伊東の鳩屋の大露天風呂にも似ていました。そこへ現れた乙姫様は噂通りの美しい女性でした。乙姫様は小さなハーモニカからいじめられているところを助けてもらった話を聞くと、浦島太郎に優しく微笑み、お礼に好きなだけ竜宮城でおくつろぎくださいませねと言いました。竜宮城では毎日がパーティーでした。浦島太郎は音楽が大好きでしたので、毎日がセッションデーとなりました。浦島太郎はすっかり小さなハーモニカと仲が良くなり、毎日毎日熱いセッションを繰り広げていました。アオ I feel good I know that I wonder I feel good I know that I wonder So good So goodI got you. I know that can you know my love when the new heart. Oh, I feel good. I know that I wonder. I feel good.I know that I wonder So good So good I got you So good So good I got you日々はいつまでも続き、浦島太郎はすっかり竜宮城セッションのフル株となっていました。浦島太郎は自分以外の竜宮城の連中は皆大したミュージシャンではないと高をくくり、ブルースの魂だの、ロックのハートだのと調子を超えた発言ばかりを繰り返していました。けれどもいつの頃からか気がつけばどこか憂鬱な気持ちになっていました。楽園も続けば日常、浦島太郎はホームシックにかかっていたのです。けれども浦島太郎はすぐには帰る決心がつきませんでした。竜宮城は一度離れてしまうと二度と戻ることはできないと聞かされていたからです。しばらくは悩み続けた浦島太郎でしたが、やがて決心し、乙姫様に生まれ育った漁村に帰ることにした、そう伝えました。浦島太郎は帰る日、竜宮城の面々は皆残念がり見送りに集まってくれました。乙姫様は浦島太郎に竜宮城での土産として玉手箱を持たせてくれました。そして滅多なことでは開けてはいけないと謎の言葉を付け加えました。浦島太郎は玉手箱の中身が少々気になりましたが、またハーモニカを加えて
竜宮城を飛び出していきました。気がつくと浦島太郎は海から上がっており、見覚えのない場所に立っていました。しかしなんとそれは自分の故郷の変わり果てた姿だったのです。過疎化が危ぶまれていたのも遠い昔、地域活性化のため国からの補助金などで漁村は訳のわからないリゾート開発をされ、もはや見る影もなかったのです。かつての音楽仲間たちも皆ビジネスマンとなり、ギターをスマートフォンに持ち替え忙しく動き回っていました。久しぶりの再会だというのに、浦島太郎とはまるで他人のような距離を取り、決して誰も近づいてはきませんでした。浦島太郎は一人ぼっち、気の向くままついてきた小さなハーモニカを吹きました。それはそれは切ない音色けれども、小さなハーモニカは音を鳴らすだけでもう以前のように話をすることはありませんでした。当然どれだけ吸ってももう竜宮城が見えることもありませんでした。そんな時、浦島太郎は乙姫様にいただいた玉手箱のことを思い出しました。滅多なことでは開けてはいけないという言葉も、浦島太郎は思い出しました。滅多なこと、今がその時だと。浦島太郎が恐る恐る玉手箱を開けてみると、そこには姿形ははっきりとはわからないのですが、熱い何かが確かにありました。かつては自分が持っていたもの、そうです、かつては浦島太郎の友人たちですら当たり前に持っていたもの、そう、それは猛獣でした。浦島太郎は躊躇せずその猛獣をつかみ取ると、勢いよく自分の胸に迎え入れました。すぐに全身に熱いビートが駆け巡り、錆びついていた浦島太郎を一瞬でモンスターマシンに変えました。小さなハーモニカは久しぶりに浦島太郎に話しかけてきました。いや、お久しぶりです。浦島さん、お元気でしたか？全身全霊で小さなハーモニカをブローしました。いつまでもいつまでも。そしてかすかにかすかにですが、竜宮城がちらりと見えてきたような気がしたのでした。おしまい。はい、ね、ありがとうございますね。はい、いかがでしたでしょうかね、浦島太郎。はいね、あんまりね、全面的にこうハーモニカを出さないで、ちょっとね、ちょっと、まあ、スパイス程度にね、入れてみました、はい、お父さんお母さん方もね、お子さんに今夜も絵本を読まれると思いますね、その時にちょっとねハーモニカという言葉を入れていただきたいと思います。はい、ということで、お時間となりました。本日のハーモニカフェも以上でございます。すごいですね、雨の音もね、はい、ではこの雨の、この何とも言えないね、さっぱりとしないアンニュイなね、気分にふさわしい曲でお別れしたいと思います。シャドウオブユアスマイルという曲でお別れしたいと思います。
ありがとうございました。ではまた次回のハーモニーカフェでお会いいたしましょう。